やっぱり問題なさそうだね。そうですね。私もそう思います。だからこの前も言ったじゃろうに。確かに気になるところはないって言ってたけどね。なんていうかさ、心配なわけだよ私たちも。しかしこう何度も呼び出されてはな、コアッパたちに修行をつけてやる時間がなくなってしまうではないか。あれ、そんなに来てもらってたっけ。今週もう2度目じゃぞ。すみません。でもしばらくは毎日でも。なんじゃと？だいたい雷霧丸や大栗からはどうなんじゃ。あやつらも神異化粧を受けたのじゃろ。お二人とも定期的に見させていただいています。雷霧丸はなんとなくわかるが、あの大栗からもか。協力的です。今のところ山鳥毛さんが一番ごねてるかな。ごねているわけではないわ。ほれ、任務の時間じゃ。解放せい。もうすみません。隊長さん、もう終わりますので。あ、入ってきても大丈夫ですよ。コアッパ、すぐ行くからそこで待っておれ。ではそういうわけじゃから、ご苦労じゃったの。次は金曜日でお願いします。その日は非番なのじゃが。平和なものじゃのう。うむ、マガタマの気配も確認できん。これも日頃の巡回の成果じゃの。ではこのままスルリと見て回って、残った時間はコアッパの修行に当てるかの。なんじゃ、何か気になることでもあったのか。ん、歯切れが悪いの。何かあるなら遠慮せずに言えばよかろう。わしはお主の師匠なのじゃぞ。なんじゃ？なんじゃ？まさかお主もどこか具合が悪いところがないかなどと聞くつもりではなかろうな。そんなことか。うむ、あれは確かに昔のわしの姿じゃな。まだ前の主が上杉を継ぐ前の長尾の家に仕えていた頃のものじゃ。それがどうかしたのか。お立ち飯の話か。そんな話したの。なんじゃ、そんなことか。うーん、そんな昔の話、お主が気にしても仕方なかろう。よもや、わしが当時のことを振り切るために今の姿になったとでも思ったのではあるまいな。上泉たちを見ればわかるように、三剣の姿なぞこしらえを変えれば変わる、それくらいのものなのじゃ。それに戦にならこの姿でも出ておったしの。大事なことは忘れぬことじゃ。わしは当時死んでいったものを今でも覚えておる。みな、わしの大切な弟子じゃったからな。
どうじゃ、どこも異常はなかろう。どう？三影さん。そうですね。確かに、どこにも異常は見られません。見たまも問題ないようです。うむ。では、今回はこれで終わりじゃな。はい、お疲れ様でした。うむ。次は、非番でない日で頼むぞ。努力するよ。さて、まだ日も高いし、コアッパでも連れて町にでも出てみるかな。なぜだと？弟子が師匠に付き合うのは当たり前のことではないか。良い休日じゃな。こうして子供らが遊んでいられるのは世が平和な証拠じゃ。戦もない、まがつきも出ない。これ以上の幸せがあるか。戦は国同士のものじゃから、コアッパにはどうすることもできぬ。じゃがまがつきが出ないことに関しては胸を張ってよいと思うぞ。ところでの、この前の話じゃが。なんじゃ、覚えておらぬのか？戦で死んでいった弟子を覚えていると言ったことじゃ。あの時、お主、ぎょっとした顔をしていたからな。すまないことをしたと思っての。わしはの、誰も死んでほしくはなかったのじゃ。戦に死はつきものなのは分かっておるが、それでもな。死んだ者は帰らぬ。それは人も御剣も同じ。日々修行をつけるのはいざという時のためじゃ。戦ではその身に危険が及んだ時に、そこから脱するための手段を持たぬ者から死んでいくからの。あのお方も自らの欲のための戦はしなかったが、他を助けるため戦ばかりの人生を歩んだ。結局わしらは。コアッパ、いつを渡せ。出おった。はあ、コアッパ、わしと散歩していてよかったの。気にするな。わしも犠牲が出なくてほっとしておる。結局わしらは。そういえば途中じゃったの。なんじゃ、気になるのか？まあ、大事な師匠の言葉じゃからの。一言一句聞き逃すまいとするその心構え、なかなか立派なものじゃ。じゃが、気にするな。大したことを言おうとしたわけではない。うむ。それよりも帰るぞ。この辺りには、もう勾玉も勾付きの気配もない。至って平和なものじゃ。なんじゃ、納得できぬと言いたそうな顔じゃの。のう、コアッパ。いずれお主も死ぬ。それは戦かもしれぬし、事故かもしれぬし、寿命かもしれぬ。じゃが、安心しろ。わしがお主を覚えておく。ずっと、ずっとじゃ。だから、
せめて死ぬまでは必死で生きよう。湊、お主と。笑いながらな。